ティム・オライリーはオライリーメディアの創立者でフリーソフトウェアとオープンソース運動の支援者である Web2.0 の提唱者の一人でもあるアイルランドのコークに生まれるオライリーは高校卒業後に文学に興味を持ちハーバード大学で西洋古典学を専攻し1975年に卒業した卒業後はコンピュータのマニュアルの分野に関わることになった 1978年にオライリーメディアを設立。オライリーは会社の業務内容を書籍販売、オンライン出版、会議のプロデューサーではなく、テクノロジーを伝えることとしている。イノベーターの知識を広げることで世界を変える。オライリーは現在コラボネットの役員を務めている。2005年にアドビシステムズが買収するまでは、マクロメディアの役員も務めた。2001年、 オライリーはアマゾンとワンクリック特許について議論をし、とりわけバーンズノーブルに対してアマゾンのワンクリック特許を行使することに抗議を行った。抗議活動はオライリーとジェフ・ベゾスがワシントン DC に訪問して特許法の改正のためのロビー活動を行うことで集結した。アマゾンは多くの特許を提出し続けバーンズノーブルへの訴訟は解決した。 2006年において、アマゾンは特許違反の訴訟によるイベントを繰り返さなくなった。2006年12月、オライリーメディアは、クリエイティブコモンズに1万ドルの寄付を行い、彼がフリーカルチャー運動に興味があることを示した。ありがとうございます。